TBS プレミアム11月3日夜9時です。人類史に偉大な足跡を残したアポロ11号月面着陸。初めて地球以外の天体に降り立った2人の飛行士は、自らの足で月面を探査。月の砂や石を持ち帰る大成功を収めました。その偉業を支えたのが宇宙服 A7L です。生命維持機能と可動性を極めた革新的なスーツ。しかしその開発は想像を絶する困難と挑戦の連続でした。真空の宇宙空間、その壁に立ち向かう NASA 開発者を試練が襲います。宇宙服は最初の頃ほとんど動けなかったんです。迫るタイムリミット、 NASA は実績ある航空機器メーカーと独創的なアイデアを持つ下着メーカーに望みを託します。しかしテストは失敗に次ぐ失敗。開発の足かせとなったのは企業同士の激しいぶつかり合いでした。彼らのスーツは動きが一向に改善されなかった。彼らは頭がこちこちでとにかく硬かった。私たちの経験は完全に無視されました。危機を乗り越えたのはエンジニアたちの奇想天外な発想、そして開発にかける情熱でした。私は自分でそれを着ました。14日間連続で着てみたんです。小さなミスをしても誰も隠しませんでした。人の命がかかっていたんです。そしてついに宇宙服をまとった人類が月に降り立ちます。今回のコズミックフロント、テーマは宇宙服開発。人類を月へ、壮大な目標に向かってぶつかり競い、やがて認め合った熱き開発者たちの物語です。真空の宇宙空間で飛行士たちの活動を支えてくれるのが宇宙服です。
NASA が開発した最新鋭の宇宙服 EMU。 重さおよそ 120kg、 値段は1着10億円以上。背中にある生命維持装置は酸素の供給や気圧の調整などを行い、空気のない宇宙でも最大8時間活動できるよう設計されています。服そのものにもさまざまな工夫が施されています。これは服の中の気圧や温度をコントロールする装置。よく見ると文字がすべて裏返しに書かれています。直接文字を見ることができないので、手首についた鏡に映して操作します。ヘルメットにはライトが。暗闇の中でも作業が可能です。手袋も万全です。指先はシリコンゴムのキャップで覆われ、寒さ対策として内側にヒーターがついています。宇宙にいながら地上に近い環境を作り出す宇宙服、ミニ地球とも呼ばれます。人類の宇宙進出になくてはならない宇宙服、その開発が始まったのは今から50年以上も前のことでした。1957年、冷戦の最中、ソビエトが世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功。熾烈な宇宙開発競争がスタートします。翌年アメリカは NASA を設立。すぐにマーキュリー計画を始動させます。人類を宇宙へ送り無事帰還させるという壮大な目標。そのために不可欠なのが宇宙服の開発でした。 NASA が注目したのは高度15キロ以上の成層圏を飛ぶパイロットたちの予圧服。気圧が地上のおよそ10分の1という厳しい環境から身を守るための服でした。潜水服を参考に作られた予圧服。ネジ止め式のヘルメットは空気の漏れを防ぎます。服の内側に温めた空気を送り込み、地上に近い環境を作り出す仕組みでした。この予圧服をもとに NASA は独自の宇宙服を作ります。マーキュリー計画の飛行士たちが身を包んだマーク4。空気を逃がさないゴム素材の上に熱に強いアルミの生地を重ね2層にしました。宇宙船内の気圧に応じて自動的に服の中に空気が送られるシステムでした。マーキュリー計画は見事成功。アメリカは自信を深めます。1961年、ケネディ大統領はアメリカ国民に向け演説を行います。I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth。 アポロ計画の始動です。
地球から38万キロも離れた月に人類を送り込む。国民は熱狂しました。しかし、この計画を衝撃を持って受け止めた人たちがいました。ジム・マックバロンさん。マーキュリー計画以来、長年宇宙服の開発に携わり続けたアメリカ宇宙服の生き字引的存在です。ケネディの演説に宇宙服の開発者たちは皆頭を抱えたといいます。ここにマーキュリー宇宙服について書かれています。あの服はあくまで非常事態用で耐久性は非常に弱いものでした。宇宙飛行士は宇宙船の中にいます。この宇宙船が身を守る盾になっていました。月への任務は大きすぎました。私はどう開発を進めればいいか分かりませんでした。マーキュリー計画では、宇宙飛行士は頑丈な金属製の宇宙船に守られていました。酸素や気圧なども宇宙船によって確保。真空の宇宙に人間が出ることなど、まるで想定していませんでした。もし人間が真空中に放り出されるとどうなってしまうのでしょうか。これは当時 NASA が真空室を使って行った実験です。実験の最中、突然宇宙服に取り付けた酸素ホースが外れてしまいます。すると、あっという間に気絶してしまいました。すぐに助けが入り事なきを得ましたが、数分遅れれば命はありませんでした。地上では全てのものに大気の圧力がかかっています。そのため人や物では内側から常に押し返す力が働き、バランスをとっています。しかし宇宙には大気がないので、外からの力がなくなり、内側からの力だけが働いてしまいます。試しにトマトを使って実験してみます。特別な真空装置に入れて一気に中の空気を抜きます。すると表面からたくさんの泡が出てきました。人間の体でも似たような現象が起きます。突然真空にさらされると、体液や血液に溶け込んでいた窒素などが気化、気泡を作り血管を詰まらせてしまいます。もし真空の宇宙で服が破れれば一巻の終わり。宇宙服には宇宙船並みの丈夫さが求められました。過酷な月の環境も悩みの種でした。月の表面は昼間は120度、夜はマイナス160度にもなります。この激しい温度変化にも耐えなければなりません。さらに問題となったのが、アポロ計画が掲げた月面探査というミッションでした。月面に降り立つだけでなく、人間が歩いて調査するというのです。しかし、マーキュリーの宇宙服は空気を入れると膨らんでほとんど動けません。飛行士はシートに座っているだけで、手でパネルを操作するくらいしかできないのです。
人間が宇宙空間を動き回ることをまるで想定していなかったマーキュリーの宇宙服。マックバロンさんたちは新たな難題を突きつけられたのです。月へ行く宇宙服は命を守る丈夫さ、そして自由な動きを可能にする柔軟さ、この両方を満たすものでした。タイムリミットまで9年、山積みの課題とともに宇宙服の開発は始まったのです。1962年、 NASA は宇宙服のアイデアを民間企業に募ります。既成概念を超えた発想と技術が必要だと考えたのです。経験豊富な大企業から提案が集まる中、ひときわ NASA の目を引いた宇宙服がありました。関節にゴムを取り入れた独特のデザイン、それは今までに誰も見たことのない斬新なものでした。提案したのはなんと下着メーカー。女性用のガードルやブラジャーを作り、全米売上ナンバーワンのブランドを誇る伸び盛りの新興企業でした。デラウェア州フレデリカにあるこの会社、現在は宇宙服に加えてさまざまな防護服などを手掛ける大企業ですが、当時は従業員数百名の会社でした。これが提案した宇宙服の試作品です。私たちが初めて宇宙服開発に参加した時のものです。下着の開発で培った技術が役に立ちました。当時の提案書が残されていました。そこには自分たちが考えた宇宙服の優れた可動性がアピールされています。普通の服と宇宙服の比較です。手に持ったライトの描く線が腕の可動範囲に大きな差がないことを示しています。この可動性を実現したのは下着メーカーならではのゴム加工技術。複雑な蛇腹に仕上げたのはこの会社が初めてでした。通常の布素材では空気を入れた時膨らんで腕が曲げにくくなります。しかし伸び縮みするゴムを蛇腹状にすることで空気を入れても腕を曲げることができたのです。下着メーカーの宇宙服は動きが柔軟でした。その可動性を私たちは高く評価したのです。当時若手のエンジニアとしてこの開発に携わったホーマー・リームさん。ケネディの演説にみんなが熱狂したのを覚えています。私たちは他の大企業に比べれば明らかに異色でした。しかしゴムを使った宇宙服なら誰にも負けないと思ったのです。自分たちで映像も作りました。それが突破口になったんです。しかし当時宇宙服部門の社員は
わずか25人。この会社の実力を不安に思った NASA は別の会社に監督させることにします。その役目を担ったのはコネチカット州にある航空機器メーカー。飛行機のプロペラやエンジンの製造を手掛けていた大企業でした。この会社で宇宙服開発に携わったケン・トーマスさんです。私たちは大統領の演説の前からアポロ計画を把握していたので、参加するための準備を始めていたんです。我が社は1940年代から飛行機の生命維持装置を作っていました。だからこの分野で自信があったのです。この企業が手掛けていた宇宙服専用の生命維持装置です。その性能が高く評価され、 NASA の絶大な信頼を得ていたのです。下着メーカーは落胆します。この決定はものすごく残念でした。理屈はわかりますが、私たちの計画を貶められた感じがしました。航空機器メーカー監督のもと、下着メーカーが製作する異色の組み合わせによる宇宙服開発がスタートしました。まず取り組んだのは過酷な宇宙空間でも破れない丈夫な服作り。そのための素材選びが繰り返されました。選ばれたのは当時発表されたばかりの新素材、アルミをコーティングしたポリエステルフィルムでした。薄くて丈夫なこの素材を何層にも重ねることで柔軟性を保ったまま、それまでにない耐久性が実現できると考えたのです。しかも月面の環境を想定して行われた実験では、この素材は120度の高温から人間の体を守ったのです。半年後、初めての試作品が完成。早速降下する飛行機の中でテストが行われました。ところが、結果は惨憺たるものでした。歩くことはおろか、一度転んだら最後、起き上がることすらできなかったのです。当時宇宙飛行士の代役として数々の実験に参加したジャック・メイズさん。この宇宙服には大きな問題があったといいます。ひっくり返った亀みたいになって、火星人か誰かの助けを待つしかありませんでした。特に肩の部分が動かしにくく、いつも服と格闘しなければなりませんでした。とにかく着心地が悪くて、 2,3 時間後にはクタクタでしたね。開発には大変な苦労があるんだろうとは思いますがね。当初の可動性は丈夫さを追求するあまり失われていました。その後も可動性は改善されることはなく、宇宙服は
さらに大きく動きづらいものになっていきます。原因は2つの企業の激しいぶつかり合いでした。私たちは良いアイデアがあれば試作品を作って確かめます。彼らにはそのやり方が信じられなかったんだ。まだ設計図がない、まだ耐久テストを受けてない、まだまだ。服の場合、アイデアが使えるかどうかは実物で判断するのが一番なんです。これは当時この下着メーカーが開発に使っていた資料です。ゴムの関節部分などに改善のためのポイントがびっしり書き込まれています。アイデアをもとに実際に作り、着心地を確かめて改善する、それが服飾メーカーでは当たり前のやり方でした。しかし監督する航空機器メーカーでは、宇宙服にはあくまで緻密な設計が必要だと考えていました。宇宙開発では厳格な管理が飛行士の生死を分けます。これは今の NASA でも受け継がれている考え方です。そこが彼らと我々の大きな違いでした。彼らはそれまで NASA の厳しい基準の下で働いたことがなかったのです。可動性を取り戻すか、丈夫さを追求するか、両者の食い違いは宇宙服のあらゆる部分に及びました。宇宙服は月の過酷な環境に対応するため多層構造が基本でした。一番外側には微小隕石などから身を守る保護層、その内側は激しい温度変化を防ぐ断熱層、一番内側には空気を漏らさないための気密層がありました。この気密層について一枚で十分と考える下着メーカーに対し、航空機器メーカーは破れた場合に備え2枚に増やすべきと譲りませんでした。彼らの言う2つ目の機密層、それが必要になるような事故が起こる確率なんて万人一つだよ。あの時宇宙服はすでに人が着られないような状態になっていたんだ。そんなに心配なら部分的に層を追加すれば解決できるのにと思いました。我々の業界では自社製品の安全性が全てです。 NASA の仕事には大きな責任が要求されるのです。両者の主張は平行線をたどったまま、開発は暗礁に乗り上げてしまいました。どちらが正しくてどちらが悪いとは言えません。両方とも正しかったのでしょうが、考え方の違いが摩擦を生んだのです。下着メーカーは宇宙服をあくまで人間の着る服だと考えていました。航空機器メーカーはどちらかといえば機械のように考えていて、服というより宇宙船として捉えていました。ですからチームとして全く機能しなかったのです。開発が始まって2年、 NASA は両社による宇宙服開発を一旦中止します。その頃アメリカをさらに追い詰めるニュースが届くのです。1965年3月、ソビエトの宇宙飛行士
アレクセイ・レオーノフが人類初の宇宙遊泳に成功しました。宇宙遊泳は月面探査のために欠かせないステップ。ソビエトもまた密かに月を目指し宇宙服を開発していたのです。なぜソビエトはこれほど早く宇宙服を作ることができたのか。ロシアでただ一社の宇宙服メーカーです。社内には実際に宇宙遊泳に使われた宇宙服が飾られていました。ソビエトが開発した合成素材で高い耐久性を実現していました。当時から宇宙服の開発に携わり続けているアルノルド・バレルさん。この計画には国家の威信がかかっていました。何としても世界初の宇宙遊泳でなければなりません。そのために必要なのはこれまでに蓄えられた経験です。新しい技術は必要最低限でした。これは現在ロシアの宇宙飛行士たちが使っている宇宙服。基本的な構造は1960年代とほとんど変わっていません。機密性を守るための方法は驚くほど簡単なものです。体の入り口の部分をまとめてゴムで縛るだけ。5回巻けば空気はほとんど漏れることはないといいます。我々の宇宙服の機密方法はガガーリンの時代から変わりません。もちろんレオーノフもこの方法で宇宙遊泳をしました。これまでに500回以上使われていますが、事故は起きたことがありません。天才的な発明は常にシンプルなものです。過去の技術をなるべく生かして成熟させるのがソビエト流のやり方でした。これによって安全を確保しながら開発のスピードを上げることができたのです。世界初の宇宙遊泳に向けてこの宇宙服を作るプロジェクトが始まった時、すでに私たちの会社の中には医学生物学科が存在しました。業種の違ういくつもの企業が協力するのではなく、一つの会社の中に医師や生物学者、エンジニアがいて物事を決定していく、そういうやり方をしてきたからこそ迅速な決定ができたのです。ソビエトの宇宙服は専門家同士の綿密な連携によって作られていました。いち早く宇宙遊泳を実現したソビエトは月着陸レースで大きな難関を突破していたのです。宇宙服の開発が頓挫する一方で月へ向かう準備は加速していきます。巨大ロケットサターン5はほぼ完成。宇宙飛行士たちの訓練も始まりました。
タイムリミットが迫る中、NASA は決断します。航空機器メーカーと下着メーカーの上下関係を解消し、開発体制を一新。それぞれ生命維持装置と宇宙服本体という専門分野に専念させることで、両者の長所を最大限生かそうとしたのです。月を目指して再び挑戦が始まりました。下着メーカーが取り組んだのは失われていた可動性の回復。動きにくさの原因の一つだった肩の部分、ゴムの蛇腹に加え金属のワイヤーを使った斬新なアイデアを取り入れます。空気を入れるとたちまち膨れ上がってしまう服。しかしワイヤーで押さえると肩の部分が広がらずに済みます。その結果、蛇腹本来の伸び縮みする働きが復活し、肩を大きく動かせるようになったのです。私たちはとにかく実験しました。いろんなアイデアを出したり、突飛なものでも実験を通して改良してみたり、何でもチャレンジしたんです。挑戦を繰り返す中でリームさんたちが最も驚いた出会い、それは金属製のベアリングでした。普段は機械に使われるこの部品、これまでの方法では限界があった手首や肘のひねる動きをベアリングを取り入れることで飛躍的に向上させたのです。他にも歩きやすさと耐久性を両立させたゴム底のブーツ、微妙な指先の感触を伝えるシリコンゴムの手袋など、次々と新しいアイデアが盛り込まれました。しかし金属やゴムなど部品が多岐にわたるにつれて、服本体は機械のように複雑になっていきました。ついに下着メーカーは反発していた航空機器メーカーのやり方を積極的に取り入れ始めます。緻密な設計図を書き、作業工程を管理することの大切さを思い知らされたのです。緻密な作業を円滑に進めていくのは大変でした。我々は彼らからたくさん学びました。洗練された設計図の作り方や作業の管理の仕方などをね。設計図は作業員たちの手によって形にされます。ミシンで一針一針縫っていきます。当時宇宙服の縫製に携わったロバータさん。最初は驚いたわ。下着部門で働いていましたからね。まさか宇宙服を作ることになるなんてね。これは彼女たちが使った縫製作業のマニュアルです。許される縫い目の誤差は 0.8 ミリ以内という厳しいものでした。いつしか航空機器メーカーの安全性の思想は下着メーカーの現場にまで徹底していました。間違いをしてしまった時、心の中でこのままでも大丈夫だろうと思うこともありました。でももう一人の私がそれはダメだと囁くんです。誰かを殺すことにもなりかねないと。もしミスをしても隠そうとする人はいませんでした。人の命がかかっているんです。
決められた政策方式を厳守すること、宇宙飛行士の命を守るために全ての社員が理解し実践するようになった鉄則です。一方、航空機器メーカーでは生命維持装置の新たな課題と向き合っていました。宇宙飛行士の訓練中に長時間の作業をすると服の中の温度が上がり、飛行士たちが皆汗だくになってしまうのです。宇宙服の高い気密性が裏目に出て、体を動かすときに出る熱が内部にこもるのが原因でした。当初は生命維持装置から冷気を送り体を冷やそうとしていました。しかし効率が悪く冷却が追いつきません。この問題に取り組んだ航空機器メーカーのデイブ・ジェニングスさん。試行錯誤の末、ジェニングスさんは奇想天外な方法にたどり着きます。迷路のように複雑な線が引かれた紙、それはなんと下着のデザイン画でした。細い線の正体は下着に張り巡らされた細い管、その中に冷たい水を循環させ体を直接冷やそうというのです。現在の宇宙服でも使われている画期的なアイデアでした。ジェニングスさんは長年機械の設計に携わってきた自分が全く新しい下着を作る羽目になったことに驚いたといいます。服のデザインはしたことがなかったからね、そんなことに関心もなかったし、学んだり深く考えるようなことだとは思わなかったんだ。早速試作品作りに取り掛かったジェニングスさん、ミシンの使い方を習い自らチューブを縫い付けました。流す水の温度は平均10度、プールよりも冷たい水です。結果は上々、ところが別の問題が発生しました。たくさんのチューブが直接押し付けられたことで冷却下着を着た人が肌の強い痛みを訴えたのです。怖かったんだ。着ている人の肌に何かあるということは服のデザインに根本的な欠陥があるのかもしれないからね。解決方法は身近なところからもたらされました。妻に相談したら、彼女はチューブと肌の間に薄い生地を入れたらと言ってくれたんだ。試してみたら本当に着心地が変わったんだ。それで取り入れたのさ。これが薄い生地を取り入れた冷却下着です。下着メーカーとの協作でした。およそ80メートルにもわたる長いチューブが全身に張り巡らされています。内側には薄くて柔らかなシフォン素材、着心地はジェニングスさんが自ら確認しました。僕はそれを14日間連続で一切脱がないで着てみたんだ。シャワーやお風呂にも入らず、寝る時もパジャマに着替えないでずっと着たんだ。なぜって、月への任務が14日間だったからね。激しい対立で開発を中断せざるを得なかった2つの会社。しかし互いの役割を知り、
思想や技術を吸収し合うことで新たな信頼関係を築いたのです。そしてついに月へ行くための宇宙服 A7L が完成します。これまでにない柔軟さと丈夫さを兼ね備えていました。A7L はまるで高級車に乗っているみたいでしたよ。体によくフィットして動きやすく、動きが制限されることがありませんでしたから。素晴らしい宇宙服だったと思います。しなやかな関節の動きと鋼鉄並みの丈夫さに人々は目を見張ります。丈夫さの秘密は全部で21枚重ねられた素材。一方で手首などではベアリングが滑らかな動きを実現します。酸素や冷却用の水を供給するコネクター、透明なヘルメットは広い視界を確保しました。そして最大6時間の活動を可能にする生命維持装置。服でもあり機械でもある、2つの機能が絶妙なバランスで混じり合って宇宙服はできていました。宇宙飛行士たちによるシミュレーションが何度も繰り返されました。月へ向けいよいよ準備は整いました。1969年7月16日、世界中が見守る中、アポロ11号が月へ向け飛び立ちました。そして人類初の月面着陸に成功。しかし宇宙服開発チームにとってはここからが勝負です。外に出るまでの4時間、船内では宇宙服への着替えが行われていました。その時の音声が残されています。We are beginning our EVA prep. Tranquility Base, this is Houston. Roger, copy. You're beginning EVA prep. Connect OBS 020 to right hand. PGA connector locked. Let me do that for you. Locked. Pump on. Running. And mine's running also.私は管制室にいました。着替えの手順のリストがあるので、それで2人が何をしているか確認していたんです。私たちは問題なし問題なし、全て大丈夫だとチェックしていました。それでも安心できませんでしたけどね。そしてついにアームストロング船長がハッチから姿を現しました。もし酸素漏れでも起きたら我々の立場ありません。宇宙服が破れないかひたすら心配していましたよ。みんな大丈夫だと信じていたわ。できるだけのことはやりましたからね。果たして月面で宇宙服は機能するのか。
緊張が高まる中、アームストロング船長の声が響きました。宇宙服は順調に機能していました。私は彼らの行動を喜んで見ていました。でもアームストロングがそろそろ帰る準備をするぞと言った時、オルドリンがまだ時間があるからもう少しいようと返したんです。私は誰かあいつを黙らせろと思いました。もう少しで成功するんだから早く船に帰ってくれと願ってたんです。2時間半後、船外活動は無事終了。予定された探査を全て終えることができました。月面で真っ白に輝いた A7L、 初めて月に降り立った宇宙服として人々の記憶に強く刻まれました。アポロ計画では12人の宇宙飛行士たちが月面で数々のミッションを成功させました。ぶつかり合った下着メーカーと航空機器メーカーはスペースシャトルの時代まで最強のコンビとして共に開発を続けたのです。 I was rolling on the moon one day in a merry early month of December. May when much to my surprise a pair of bunny eyes。それぞれの会社が力を存分に発揮したから成功できたのです。私たちは皆誇りを持っていました。宇宙服作りに携われたのは本当に誇り高いことでした。私たちは諦めなかった。彼らも諦めなかった。共に努力し続け壁を乗り越えたのです。一方ソビエトでは、これはクレチェットという名の宇宙服です。我々が作った月面探査用の宇宙服でした。しかしソビエトの月着陸計画の中断でこの宇宙服は一度も使用されることはありませんでした。幻の宇宙服、その最大の特徴は背中にありました。バックパックを開けるとそこはなんと入り口。着替えの時間を短縮するための画期的な工夫でした。もちろん私たちの宇宙服が月へ行けなかったのはとても残念でした。でも無駄ではありません。これは未来の宇宙服開発への第一歩なのですから。新たな未知の世界に向けて宇宙服の開発は今も続いています。2012年8月、NASA で新しい宇宙服の公開テストが行われました。
小惑星などの探査を想定して開発された宇宙服、マーク3です。その着替え方はとてもユニークです。探査船の内部、後方の二重になった扉を開くと、そこには服の入り口が。スーツポートと呼ばれるこのシステム、着替えにかかる時間はわずか10分です。何か調べたいものがあればすぐに外へ。より迅速な船外活動を行うことを目指しています。10年後の実用化へ向け開発が進められています。より複雑な動きの実現を目指す宇宙服もあります。火星探査を目的として開発中のアイスーツ。まず目を引くのは関節の動きの多彩さです。火星でサンプルを採集するためには起伏の激しい地形も歩かなくてはなりません。ひねったりかがんだり、限りなく地上に近い動きを再現しようと研究が進んでいます。複雑な動きを可能にするのが要所要所につけられた金属製のベアリングです。私はアポロ時代の技術を尊敬しています。金属部品がよくできているからです。違うものを試すこともありますが、結局アポロ時代のものに戻ってしまうんです。 NASA では我々は巨人の肩の上に乗っていると言います。先人たちの恩恵は計り知れません。宇宙服はとても特別な服です。将来宇宙服で体操競技ができるようになることが私の目標です。ゼロから始まった宇宙服作り。二つの個性が激しくぶつかり合うことで数々の独創的なアイデアが生まれました。宇宙服作りにかけた熱き開発者たちの魂は今も受け継がれ、服を進化させ続けているのです。物質の最小単位、素粒子。最近、ヒッグス粒子が発見され、大きな注目を集めました。この小さな素粒子が、なんと広大な宇宙の始まりを解き明かそうとしています。日本人科学者も大活躍。次回のコズミックフロントは、宇宙の始まりの1秒に迫ります。放送は木曜夜10時です。世界で最も美しい砂丘が見られるアフリカナミブ砂漠。実は一年にほんの数日だけ奇跡の光景が姿を現します。グレートネイチャー、
BS プレミアム11月3日夜7時半です。